うまく全部をぼかしすぎたらまたそれもボケボケないになってしまうと思うんですけどね。つらら、はい、毎度お越しやすつららん、和田っ子やつららんの和田っ子あまり作らない職人正真でございます。暑いですね。毎日最近しっかり絵描けてないなと思ってたので、今回は透明水彩画で涼しげなね景色として滝のある風景を描いてみたいと思います。で今回ねこの風景を描いてみようと思うんですけど、これ確かねちょっとねだいぶ前やからうろ覚えなんですけど、ある方から視聴者さんからいただいた画像だったと思うんですよ。これをね使わせていただこうと。綺麗ですね。水の色がまず綺麗じゃない、このブルーがな、すごい透き通ってる感じ。多分滝壺ね結構深いと思うんですけどね、なんかその水の綺麗な雰囲気と、あとこう山がね結構奥行きがある、上に向かって奥行きがあるというね、ちょっと変わった構図なんですけど、そのね奥のこの深淵な感じをね淡い色調で表して、こう手前のこの岩のね迫力までできたら出したいなと思います。では描いてみたいと思います。今回使うのがですねこちらです。ご夫婦さんがね出してる、前僕紹介したことがあるんですけど、36シートもねあって結構安かったんですよ。これ2個セットでね使い切れへんいうぐらいね、で割とその書き心地も良かったので、あの練習用としてはねすごいコスパが高いんじゃないかなと思う。縦構図ですね。やっぱ滝とかはなんかこう変わった糸がない限り縦構図の方がかっこいいですよね。こう高低差を出せますし。で絵の具はですねいつものようにホルベインを、パレットに固めたやつを使っていきます。で道具の説明あんまりねいつもしてないんですけど、だいたい僕はここら辺のものを使いますね。ホルベインさんの20号とか、ニューリセイブルですねとか、あとはこのリスゲのやつですね。先っちょをちょっとヤスリで削って丸くしてあります。まあ今回のねあのモチーフでいうと細かいところがなさげなので、そんなちっちゃい筆いらんかなとは思います。まあ、一応なんかこういうリガー筆とかも置いとこうか、木々とか描くときに。あとはねあのこういう日本画の筆も使いますね。これは馬毛かな、割と先が効くので細かいところ描いたりするときに重宝します。まあ、大体これぐらいで描いてみようかなと。サイズがねそんな大きくないでね、こんだけあったら十分やと思います。で筆線はですね僕これ100均のやつ使ってます。3つ仕切りがあって、本洗い、中洗いで絵の具を混ぜるときに使う綺麗な水みたいな感じでやってます。まああとねガッシュですね。その滝の白いところは塗り残しで表そうと思ってますけど、ちょっと補足的にこんなのあった方が良かったら使っていきます。はい、では早速書いていきましょう。滝を取り囲む岩ですよね。でね段になってるんですね。ここら辺でまず1段で、ここら辺に2段目とかやってね、で奥みたいな感じでだんだんをちょっと捉えていきたいですよね。で終わったら不要な線を消して主要な線だけ残しておきますね。大体の構図が分かるぐらいまでしっかり消しておきますね。はい、こんなもんかな。じゃあ、絵の具で描いていきたいと思います。まずですねどういう色がメインになってくるかというと、ざっくり分けたらこのね森の奥のちょっと黄みがかった緑と茶色みがかったっていうかなと、手前のこのブルーのねところが美しいので、そこを描いていきたいですけどね。まず大きく全体見てメインになる色を見極めて描いていきますね。うわ、フーカスグリーンにイエローオーカーを混ぜようかな。でそこに少しね茶色っぽい色もあるので、バーンとアンバーとかを混ぜつつみたいな感じかな。こんな感じの色、まあ、最初はねあの大きく画面作っていくことが大事なので、ここでちょっと注意したいのが、滝をね塗り残しで表すので、そこだけ色が入らないようには注意しようかなと思います。ここら辺とかちょっと際どいので、でも大胆にやっていきますね。どんな風にやっていくかっていうのを考えながらですね、少し青みも感じんねんな。この横の方なんか影のところが青っぽいので、セピアとこれは何やったかな、何ブルーやったっけな、これはプルシャンブルーかな。ちょっとこう塗り残してるところが気になってくれたらええなぁなんて思いながら。で僕ちょっとこれやってみるんですけど、滝がなんかふわっとした表現になってほしいので、塗り残すんやけどこの際の部分を少しね水で撫でといてあげて柔らかさを出したいですね。岩の上にこう水が来てね光って白く見えてるんですけど、ちょっとこういうところは撫でて、乾かないうちに撫でてエッジを柔らかくしておきますね。で次はベージュっぽい色を作りたいので、
僕最近これねハマってるんですけど、このラベンダーっていう色ね、これがね あんまり透明度は高くないんですけどね、すごい自然にねなんか溶け込む色をしてるので最近よく使ってるんですけど、これとバーントシエンナ混ぜて、アンバーかな、バーントシエンナとアンバーが分からない、これ混ぜた色で岩を塗りたいと思います。岩肌、これねいい色なんですよ。なんかぼかす、ちょっと撫でるだけでもじわっと広がってくると思う。僕はライン崩しと言ってるんですけど、勝手になんか変に線になってたりするとね、なんかこう不自然というか、なんとなくこう筋が描けたと思うんですけど、次ですねこのブルーですね、これ何色やろ、これ僕はねこれ何グリーンやったかな、エメラルドグリーンかな、これをねエメラルドグリーンとこうピーコックブルー、これを混ぜた色で鮮やかにやっていきたいですね。これはまあ混ぜ物なしっていうか、一気に塗っていきますね。でこのね着地するあたりはこう波動っていうかね泡が立ってるので白く残しておきたいですね。岩の使ってるところは少し岩の色も水の方に入れつつやっていきたいかな。まず淡い色調で画面全体に、まあ、下塗り状態っていうかそんな感じですかね。色つきすぎたなと思ったらちょっとこうティッシュで取ったりして、まだ大きく見ると段階ですよね。筆も大きいです、使ってる筆が。はい、じゃあ次ね滝のね本体も少し進めようと思うんですけど、これはね僕さっき言ったラベンダー、これに少しね茶色系バーントシエンナかな、これを混ぜた色でね、薄くして、滝っていうかその、岩のところをね、こう滝じゃない、水が流れて滝になってるんですけど、その透けたところ、水がこう、上に流れてる水が薄くて、下にある岩が透けてる感じを、この色で描いていきます。ここら辺ですね。水の流れをよく見ないとダメですね、だから。くれぐれもでもあまり色入れすぎないようにしたいですね。これは基本白なのでちょっとね真っ白に残すとね不自然なところがあるので、少しこうやって色入れてあげるといい感じになってくれへんかなとか思いつつ、よし一旦乾かしますね。はい、ベースとなる色が全部乗った感じかな。今は次にねしっかり濃さを出して滝のこの白さをねやっぱ強調したいので対比を作ってあげたいですね。これぐらいの筆になってくるのかな。次は、ニューリーセーベル10号ですね。これで、少し描き込みを進めてみたいと思います。どういうところを描くかというと後ろの山の方とかをね、描いていきたいですね。しっかり濃いめでやっていきたい。少し温かめの黒でアイボリーブラックとセピアかな。これ岩なので少し強いタッチも残しておきたいですね。これ手前に来た岩ですね。こういうとこをしっかり濃く描いといてあげると滝がこう浮き出てくると思うんですね。この岩の影を拾ってゴツゴツ感も出していきますね。ところどころもライン崩ししておきます。溶け込みたいところもあるのでここら辺とかは優しくラインを崩しといて、こっちは角角したとこ出しておきたいのでそのままにしておきます。このねラインのね残す残さへんってすごい大事やと思うんですよね僕は。ちょっと青っぽい色で滝の方の下に見えてる岩を左側がちょっとね割とできてきましたね。次右の方にやっていきたいと思います。まあ、滝をこう目立たすのは、先ほどと一緒ですね。取り囲むようにしてたまにこう指で僕触ってるのは筆だとなんかめっちゃ筆で塗りましたみたいな跡がつくことあるんですよ。例えばこんな感じで、そういう時に少しこう輪郭を乱しておいてあげると自然じゃない感じがするので僕はよく手も使ってますね。
濃いですね。このここら辺とかすごい濃いので、もうほぼほぼ上まつかないですけど黒ですね。ほとんどかなり強い色してます。で草の感じ出したいので、ここら辺は少し塗り残しながらちょっと草っぽい木々の感じを出していきますね。ここら辺来るとちょっと茶色っぽい色も出てくるな。バーントシェンナを木の色に混ぜたりして少し茶色っぽいところも作っておきます。最近さ、こう集まってくるとさ、パックに入ったあのヤドカリ売ってますよね。なんかあれをね、イタック承知ママが気に入りましてね、買う買うとか言って、やっぱやめときーなーって言ったんですよ。僕もそんなあかんあかんと。で結構ヤドカリ買ってさ、4、5年は生きるやん。だからね、そんなむやみやたらに買ったらあかんよって言って、その場をなんとか収めたんですよ、買わずにね。でさ、家帰ってきてヤドカリの寿命を調べたらさ、20年から30年やってびっくりして。僕承知ママ死んでるし、僕おじいちゃんや。ヤドカリ買う人もあるやで、よく考えてから買ってくださいね。びっくりしたわ、そんな生きんねんね、ヤドカリって。はい、主に山の濃いところをめがけて、影を主体に塗ってきてます。ここは明るい緑やね。パーマネントグリーンナンバーワンとパーマネントイエローライトを混ぜた色で少し明るい緑に塗っていきます。ほとんどでも滝っていうか、この周りのね、木々とか岩が主体ですよね。いかにだから滝を塗り残すかっていうことが大事なシーンなのかな。結構難しい。7、8割完成してきましたね。あとはどこら辺で落とし前をつけるかやな。これがいつも難しいですね。まあでも滝の絵やか、こうどうしても滝を可愛がりすぎてね、なんか躍動感のない絵になってしまうのが怖くて、あんまり僕滝には手を入れてないんですけど、ちょっとはね、こうやって手入れていいかな。滝に見えへんしな。よし、ちょっと、ここでまた綺麗な水の方をね、描きたいですね。こう揺らすような感じで、上の方は少し濃いめになってますね。ここら辺セピア混ぜてます。あんまりすぎたら濁るの でやったらすかさずラインぼかしで、これで水に沈んでる岩も出るのでライン僕は使用しておきます。ライン崩しって言ったっけ自分で命名しといて。この滝がブワーってなってるところもそうですよね。こうマーク全部をぼかしすぎたら、またそれもボケボケな絵になってしまうと思うんですけど、たまにね、こうところどころをこうね、ぼかしてあげたらいいんじゃないかなと。ボケボケにならず、トゲトゲにならずみたいなね、感じにしたいですね。これもうっすらね、水の影じゃないですけどね、入ってるんですよね。真っ白に残しすぎのもよくね。じゃあ、一回乾かして最後の書き込みをして終わりたいと思います。ちょっと色が薄すぎるなと思うところは、グレーズ技法のようにちょっと色味の鮮やかさが出る色を入れてあげたり、まあ、こうあんまりしすぎるとね、また濁ってくるのでよくないんですけど、この黒が悪目立ちしてるね。よう取れるわ。リウティングって言うんですけどね、ちょっとあまりすぎるとせっかく塗った綺麗さが失われるのでよくないんですけど、ちょっと光ったとことか面を変えたい時とかにやると割と効果的ですよね。これまたね、印象変わりますよね。抜いただけやと不自然なので、少しまた保湿してあげて、はい、滝の透明水彩、完成しました。いやー、失敗したね今日は。僕ね、いつもあの黒系ってほぼほぼ使わないっていうか、黒を単色では使わないんですけど、今回の図ではね、濃い影のところがあったので、ちょっと黒を強めに使ってみたんですけど、やっぱ失敗しましたね。だこういうことなんですよね。黒がある目立ちしちゃう絵って、
やっぱ黒をまんま使ってるんですよね。光と影があることによって黒く見えるところはあると思うんですけど、周りの全体の調和の中で黒く見えてるだけなので、そこをねどう表現するかっていうのが透明水彩のポイントやと思うんですよね。だ今回はね黒を黒として使いすぎてね、こうなんていうんですかね、影のところだけ浮き上がって見えると思うんですよ。調和がねしっかり測れなかったなと反省してます。まあ、今回ね滝が出体なので、滝を塗り残すように周りのね塗り方進め方っていうのがポイントやったと思うんですけど、極力滝を描かないことでこう流れをねしっかり感じていただけるような絵にはしたつもりなんですけど、いかんせんこの周りの描き方がちょっとね難しかったですね。どう描いていったらいいかなっていうのがね、未だに僕もちょっと自分で分かってないところがあるので、そこは次の課題ですね。この森の感じが難しかったな。透明水彩奥深い。まあ、でも描かずして描くっていうのがね、滝とかいうモチーフには大事なことだと思うので、滝を描きたいときは滝の周りを描いて滝をこう浮き彫りにするっていうか、そういう方法を取りたいですね。はい、いかがだったでしょうか。今回は僕の練習でもありましたね。なかなか難しいです。本当に透明水彩は長い道のりですね。何かこうやって僕の描いてるところも少しでも参考になってくださったらありがたいです。もちろんこの僕の失敗もね、人の失敗でも自分の経験になると思うので、こういう風にしたらこんな失敗するんやなっていうのをね分かっていただけると思うので、ぜひぜひ皆さんも楽しんで、絵を描かれてください。さあ最後までご視聴くださりありがとうございました。またお越しやす。つららんのお茶の間。ゴーヤをもらいました。夏にいいやつ、ビタミンとかもいっぱい入ってんな。これなんかね、ゴーヤをねつるみたいにして夏場のカーテン代わりにする人もいるみたいよ。シャンプーしましょう。これなぁ、苦いねんけどな。苦味がええねんな。あんまり苦いの苦手やったら、塩とあと砂糖とか。あ、いつなってんで、中の白い綿をなスプーンでクリクリやって、砂糖をまぶしてね、苦味を出しとくと。でもな、やっぱ苦いね、言うても。それを楽しむもんやね。全く苦くなくなることなくなることはないから食べましょう。そうそう、チャンプルしましょう。はい、チャンプル。何それ、新ネタ。ついに歯医者予約しましたよ。もう丸1年ね行ってないのあかんと思ってね。だってもう行くの嫌な、なんか面白いことないやんか歯医者行ったって。絶対に痛いところもないし、でも痛いと心がない時にこそ言っとかなあかんねん。皆さんも予約した方がいいですよ。言っときましょう、歯医者は。歯は大事。